それではファイナリストの入場です。トーナメントでは防衛庁チャンピオン第五選手を制し、そして CO 地方チャンピオン白菜選手にも勝利。さあ、サトシ選手は無敗記録を止めることができるのか、それとも追いついた。